はい、はい、どうも、ちょぶりです。ということで、今日はですね、公式大会日本1位の方が使用しているフォーメーションが、現環境でもめちゃくちゃ強かったということで、本日は徹底解説していきたいと思います。ということで、実はね、今回紹介するフォーメーション、一度まあ半年ぐらい前に紹介してるんですけれども、どういったフォーメーションかっていうと、半年ぐらい前に開催された EJ リーグっていうね、e フットボール公式大会で、なんと優勝されていた方が使用していたフォーメーションということで、以前も紹介したんですけど、僕もね、過去の動画振り返ってみて、あ、そういえばこんなフォーメーションあったなと思って今の環境で使ってみたんですけれども、やっぱりめちゃめちゃ強いということで、まあ本日はね、今の環境向けの人選とか戦術に合わせて徹底解説ということでやっていきたいと思います。ということで、そのフォーメーションがこちら、4-2-1-3ですね。ご紹介していきたいと思います。今回の動画の流れとしては、まずこのフォーメーションの、まあ、強い人選、戦術を解説した後に、一応ね、まあ、現役選手で組んだ勝ちスカットも解説、最後には試合って感じでやっていきたいと思います。まずは、この形ですよね。4-2-1-3ということで、一応まあ、3トップって感じになりますかね。2CF と 1ST がいて、中盤に関してはもう階段見たくなってるんで、まあ、前線フォワードも中盤も階段みたいな感じで左上がりになっているフォーメーションになるんですけれども、まあどっちかっていうと配置的にはね、今流行っている 4-2-2-2 とか、まあ攻守万能なその形に似てるんじゃないかなと思います。ただ僕的には 4-2-2-2 よりも攻撃力、火力がね、非常にあるんじゃないかなと思ってるんで、なかなか 4-2-2-2 で攻撃難しいよって方は一度このフォーメーション使ってみるのもありなんじゃないかなと思います。で、僕はチームスタイルね、ショートカウンターで使ってるんですけれども、実際にね、このフォーメーション大会で使用していた方はロングカウンターを使ってました。なんで、まあ、ショートカウンターかロングカウンターは個人的に好みでいいんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはね、ショートカウンター攻撃やりやすくてめちゃくちゃおすすめですね。で、まあ、人選回数していこうと思うんですけれども、まあ、基本的にゴールキーパー、ディフェンス内、フォーバックに関しては、いつもと一緒かなと思います。まあ、シュマイケル、あとセンターバック2人、まあ、ここに関しては好みかなと思っていて、自分が信頼できるセンターバック、ゴールキーパーを置きましょう。まあ、横を言うならね、まあ、ショートカウンターなるべく使う方は、まあ、足が速い人、まあ、スピード、瞬発が高い選手がいいんじゃないかなと思います。ネスタもね、正直瞬発がね、そこまですごい高いわけではないんですけど、まあ今のところ全然やれているかなって感じでセンターバックで起用しております。両サイドバックに関しては基本的には守備的サイドバックというか、まあディフェンス値が高いサイドバックがいいんじゃないかなと思います。もちろん守備的サイドバックではなくてもいいと思うんですけど、そういった場合はね、しっかりディフェンシブつけて、まあ基本的にサイドバックは上げなくていいんじゃないかなと僕は思ってますね。で、 DMF に関してはまあアンカーとか完全に守備的な選手を置いてあげましょう。で、 CMF は攻守万能の選手、僕的にはね、プレイスタイル、まあ2列目からの飛び出しとかボックスというボックスがおすすめかなと思います。プレイメーカーもね、悪くはないんですけど、個人的にはそこまでハマんなかったかなってイメージですね。結構上がりも遅いんで、もう完全にね、守備的に行きたいよとか、そういう時はプレイメーカー使用するのもありなんじゃないかなと思います。で、 OMF にロナウジーニョということで、ここのね、まあ、プレイスタイルも好みではあると思うんですけれども、やっぱり裏抜けしてほしいんで、基本的にはまあ2列目からの飛び出しか無印とかがいいんじゃないかなと思います。まあチャンスメーカーとかでもね、悪くはないかなと思うんですけれども、個人的にはまあ2列目無印がおすすめですね。で、セカンドトップにウリヘーネスということで、まあこのセカンドトップに関しては、まあなるべく使用感軽い選手がいいと思っていて、まあこの OMF もそうなんですけれども、結構もう開いてボールをね、ビルドアップの時に受けたりとかして、結構ボールキープをサイドでするシーンもあるんで、まあ使用感軽めの選手がいいんじゃないかなと思います。まあ今の環境ね、フィジカルもあったら理想かなと思うんですけれども、まあプレイスタイルは僕的にはまあリンクフォワード以外ならいいんじゃないかなと思ってますね。まあこの位置のリンクは個人的にあんまり刺さらないかなと思ってるんで、まあさっき同様に2列目とか無印とか、あとはまあチャンスメーカーとかでいいんじゃないかなと思います。で、2センターフォワードがこちら、エトーとベリンガムということで、僕はね、ここの一番まあ高い位置に選手をね、ラインブレーカーにしてるんですけれども、まあここら辺好みかなと思います。こっちの方がね、ラインブレーカーいいよって方はこうしてもいいと思いますし、まあ配置は好みかなと思うんですけれども、使っていて、まあやっぱりね、特に相手がショートカウンターの場合は1枚は絶対ラインブレーカーは入れたいかなって印象ですね。まあ2枚とも無印でもね、やれなくはないと思うんですけれども、まあ僕的にはやっぱり2センターフォワードいつも通りラインブレーカーと無印の組み合わせが強いんじゃないかなと思ってます。まあ一応ベンチメンバーはこんな感じになってますね。まずまあセンターフォワードの交代要因で言うと、レオン、デニスロー、フリット、ルンメニゲン、あとまあビニシウスもかな。まあここに関してはセンターフォワードの交代要因で、ビニに関してはまあスーパーサブつけてますね。一応まあルンメニゲン、フリット、レオンにもスーパーサブはついております。あとセカンドトップの交代要因でビルツと、あとはこのね、神の子メッシ、あとマラドーナもですね、ここに関しては基本的にはセカンドトップの交代要因で、中
終盤の交代要員がカマウィンガとメイニューですね。ロドリに関してはもう勝っていて完全にもう守備的に守り行きたいよって時は結構この CMF とかで使うのもありなんじゃないかなと思ってます。もちろんまあ DMF でもね強いと思ってます。ディフェンスラインの交代要員は富安さんって感じですね。で一応指示はこんな感じ、両サイドバックにディフェンシブということで、これもいつも通りなんですけれども、やっぱりまあ守備的サイドバックとは言いつつもね結構上がってくることがあるんで、まあ完全に上がらなくするためにディフェンシブの方をつけております。はい、ということでここからはね一応現役選手のガチスカットも組んできましたので、そちらの方も軽く見ていきたいと思います。はい、ということでこちらがですね現役選手で組んだガチスカットになります。いかがでしょうか。ということで一応まあライブアップルとこんな感じで、まあ基本的に A と B で組もうとしたんですが、まあ C の選手もねポジションの都合上入っておりますということで、まあ基本的にはね人生のポイントはさっきと一緒かなと思います。ゴールキーパーセンターバックはまあ好みで、まあ両サイドバックに関しては基本的に守備的サイドバック、こういうまあグバルディオルとかね守備的サイドバックじゃない人にはしっかりディフェンシブの方をつけましょう。そしてまあ DMF はアンカのザカリア、まあこういう守備的な選手がいいと思います。でまあ CMF はさっきも言ったボックスというボックスとか2列目がおすすめですね。そしてまあエゼもね OMF で2列目からの飛び出して今週めちゃくちゃ使えると思います。この POTS ガチャのエゼ強いですね。でスカウトアップはまあ好みでねこういうまあショータイムメッシュとかチャンスメーカーでもいいと思います。チャンスメーカーはね結構好みには分かれるプレイスタイルかなと思うんですけれども、個人的には強いと思ってますね。でセンターフォワードさっきも言ったラインブレーカーのテラムと無印のガクポということで、まあこんな感じで組んでみました。でまあ指示の方はこんな感じですね。さっき同様にまあ守備的サイドバックではないグバルティオールと守備的サイドバックのワンビサカにも一応ディフェンシブの方はつけております。まあ、サイドハーフとかウイングとかもいないフォーメーションなので結構スカットもね組みやすいと思います。ぜひよかったら参考にしてみてください。はい、こんな感じで現役スカットの方も見ていったんですけれども、今回は実際ねこのフォーメーション使って試合の方やっていきたいと思います。はい、ということでマッチングしたのでやっていきましょう。まず調子ドンということで、まあ全体的にまあまあかな。でメンチはこんな感じ、デニスロー絶好調か、メイヌも絶好調ということで使っていきましょうか。どうしよっかな、デニスローじゃあセンターフォワードラインブレーカー枠として使っていきましょう。お相手の方はこちらですね、 4-2-2-2 ということで相手も鉄板の形ですね。やっていきましょう。はい、よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。このフォーメーションね、まあ形というか攻め方はあの 4-2-2-2 と結構似てるんですけれども、やっぱり攻撃力があってめちゃくちゃ強いということで、ここもダブルタッチ入れれない。はい、中切り込んでロナジーニョ、イヤブリ、ヘネス、オッケー、ナイスナイスナイス。やっぱり攻撃力があってめちゃくちゃ強いということで、ここもダブルタッチ入れれない。はい、中切り込んでロナジーニョ、イヤブリ、ヘネス、オッケー、ナイスナイスナイス。いや早速いいですね。やっぱりこのフォーメーション2トップではなくて3トップのフォーメーションになるので、本当にまあ攻撃力があるというか、こんな赤に前線でうまくパス回しをできるということで、それがまあいいポイントですよね。来た、ベリンガム、ここいける、ヘイネス、いやー本当にまあ攻撃力があるというか、こんな赤に前線でうまくパス回しをできるということで、それがまあいいポイントですよね。来た、ベリンガム、ここいける、ヘイネス、いやー早速2点目。いやめちゃめちゃ攻撃やりやすいっしょこれ。メイヌ、メイヌ頑張れ、いやーこれ守備頑張れ、越してくれた、あっ危なー、ブリッツカブ怖わ。久々にショータイムフォーレン使ってる人見たな。ブルドアップ近くつく投げていきましょうか。まあ3トップなんで若干ビルドアップはねちょっと難しい時あるんですけれども、まあこの方のフォーメーションだったらまあ普通にやりますね。ナイス、ヘイネス、ヘイネス強すぎとか早すぎない、え、これこのままいけちゃうじゃん。外すのなんで。ここ頑張れネスタ、ナイス、メイヌ拾って縦当ててここで、ここいいよ。で相手の方もこれディビワンの方でしたからね、ディビアンの方相手にこんだけ攻めれるってことは、あー通るんだ。ほら、デニスロー、落ち着いて。キープしつつ、中切り込めないな。オーケー、ナイス。当てる。立ていく。で、ここ。で、ここも使っていく。メイヌ使えたな、今。うわー、いける？ナイス。中切り込めそう。メイヌ強。あ、ジャックラグイ。マジか、また外すんかい。いや、ちょっとシュート外しすぎな気がしますが、ネスタ空中戦強いな。頑張れ。ナイス。で、インター出せない。いやーマジか、頑張れ。オッケーオッケー、テラム当てる、ここ裏空いてる、いやいける、デニスロー絶好調、いけ、え、カンナバーロ強くない、いや無理か、ちょっとそれ見せてる、いやビエラえぐい、奥当てる、で裏来た、ベリンガムゴー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 、中ここから切り込めそう、インパクトいけそう、おい、いや無理か、惜しい、ここ頑張れ、コスタクルター
でした。やばい、やられた、マジか。ちょっと詰めが遅かったってか甘かったか。いや、もったいない失点ですね。ちょっと今の良くないですが、頑張って点取っていきましょう。まあ、守備的っていうよりかはね、攻撃的なフォーメーションなんで、頑張って点取っていこう。やばい、これまずいね。くー、いける、ナイス。結構攻撃的なんで、まあ、逆に勝ってたら、普通の 4-2-2 とかに戻すとかっていうのもね、まあ、戦術的にはありなのかなと思います。来た。ナイス。ヘイネス、いいよ。上がってきてる。待って、マジか。そんな来る。はい、後半やっていきましょう。ちょっと前半良くない失点したんで、頑張って、ちょっともう1点取っていきたいですね。縦当てれない。ラームか、サイドバック。お、いける。ラッキー。おー、来た。そこ出したつもりなかったけど。いや、無理か。あー、これ1回ボランチ下げたいけど、さすがに活かせるか。ナイス。縦当てて、で、落とす。立っていける？ナイス。あーそこやばい。あーラッキー。もう一個。来た。デニスロー。デニスロー。え、強い。デニスローが強くないわけじゃないよね、これ。え、強ないか。あーラッキー、やぶねー。ここ当てる。奥当てたい。ナイス。で、ここ。いける？もう一個。いやー、来た。いい抜け出し。こっちの出そう。オッケー。で、アートスピンキック。オッケー。あーラッキー、やぶねー。ここ当てる。奥当てたい。ナイス。で、ここ、いける？もう一個。いや、来た、いい抜き出し。こっちも出そう。オッケー。で、アートスピンキック。オッケー。いや、この3点目はマジでかいぞ。選手交代ちょっとやっていきたいと思います。ということで、エトーは、あ、ルンメニゲでいいか、スーパーサブ出てから。エトーじゃなくて、ルンメニゲ入れて、で、レオン入れて、で、OMF のところに、今回、神の子メッシ。で、左 OMF のところに、ビルツでいいかな。これでやっていこうか。で、あ、一応、守備的に行こうということで、カマウィンが CMF に入れて、まあ、スーパーサブついてるんでね、これでやっていきたいと思います。はい、やっていきましょうということで、いや、ここでのマジで3点目超でかいですね。ちょっとこう、しっかり守って、なんならもう1点取っていきたい。来た。いいボール。もう1個。来た。いやー、惜しい。頑張れ。相手もね、1個上げで、だいぶ攻撃的なんで、しっかり守っていこう。ビエラ最強だね。当てる、当てる、出キャン入れたかったけど、当てる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 、ここ、いける？いやー、惜しいねー、ちょっと、足長かったか。しっかり真ん中切りながら、まずいな、これ。あー、そこか、スタックルタ。フォードレスやっぱね、勝てると発動してるから、そこは強いですね。ここ下でいいや、ここで、ここ、OK。で、ビルドアップもまあまあいいですね。ここを使って、もう一個。いやー、ビルッツから、もう早ー。頑張れ。オッケー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 。当てる。奥。ここ。で、落ち着いて。ナイス。いやー、無理か。ちょっと脱か。あるぞ。当てる。キープして。あー、逆行きたいけど、行けなそう。ナイス。落ち着いて、ここ。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 いい。なんかちょっとラグくなってなかった、今。めっちゃいい崩し。できたのに。オッケーオッケー、遅らせてる。ビエラで。ナイス、ビエラ。当てる。ここ。シューキャン入れ。いや、マジ、シューキャン最近入んないこと多いんだよな。ビルツ、ゴー、ゴー。ビルツ、いいよ。ビルツ、いいよ。で、こう、キープして、ビルツ使用感軽い。いいけど、奪われる。やばい。オッケー。ナイス。当てて、で、ここ、ここ。うわー、無理か。ちょっと攻撃良くないけど、頑張れ、ラスト。オッケー。はい、ということで、1失点してしまったんですが、なんとか勝つことができましたということで、いかがだったでしょうか。まあ、チャンスもね、まあ、この得点以外にも結構あったんで、やっぱりこのフォーメーションの、まあ、攻撃力の強さは見せれたんじゃないかなと思います。まあ、若干ディフェンスはね、少し大変な部分もあるんですけれども、まあ、一応、フォーバックでね、ツーボランチなんで、しっかり守ることもできますし、まあ、かなり安定して、このフォーメーション勝てるかなと思いますので、ぜひ皆さん試してもらえたら嬉しいなと思います。はい、こんな感じ、フットボールが毎日投稿してますので、よろしければ、コメント、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。